こんにちは、なつきです。今日は久しぶりにインスタで募集した質問に答えていきたいと思います。質問コーナーっていつぶりなんだろう。1年前だ。結構前は私インスタのストーリーで質問募集してちょこちょこ答えたりとかもしてた時期あったんですけど、 YouTube サブちゃんを本格的にやり始めてからは YouTube で答えてることが多くて、よく質問に答えれることができないので、今回いっぱい答えれたらなって思います。ということで早速始めます。レッツゴー。はい、ということでちょっともういっぱい質問を送ってくださってありがとうございました。ちょっと全部答えられないんですけど、たくさん答えたいと思います。なのでたくさん答えたいので、パッパッパッパって結構いきたいと思います。1つ目、おすすめのお菓子教えてください。教えてください。ルーティン動画大好きです。ありがとうございます。ちょっと今手元にあったので、ちょっと紹介したいと思います。これが最近ハマってます。なんか懐かしくないですか？このやつ。マジ美味しい。今めっちゃハマってます。今日もスーパー行って3つ買いました。次、なつきちゃんは夏どこ行くの？ちょっと今まで1回も行ってなかったんですけども、もうすぐ私、なんとお友達と韓国行きまーす。最高ですね。なので今年の夏はちょっと日焼けとか不安なんですけど、でもなんか韓国梅雨らしくて、ちょっとそこはこういう感じ。ちょっと話長くなっちゃうんで、パッパいきますね。お、シャンプー何使ってますか？採用されますように。シャンプーは結構私いろんなの使うんですけど、今回韓国行く時のために買ったこれ、クンダル H&M ヘアトリートメントとシャンプーです。これですね、いつかの動画でも紹介してるんですけど、これマジ、これずっと今使ってます。小笠原家は塾に行ったことありますか？前動画でルイカちゃん塾に行ってるって言ってたけど、私とミミはないです。ルイカだけですね、行ってるのは。なんか私も一回塾行きたいなっていう時があったんですけど、行かなかったです。一人暮らし怖かったりする？確かに、あんまり怖いっていう感情はないかも。私幽霊とか信じてないので、なんか人が怖いですね。人が、でもなんか別にそんな変なこととか起こってないし、今のところ大丈夫です。ちゃんとね、戸締まりもしっかりしてるので大丈夫です。次、得意料理はって聞かれてるんですけど、私マジで YouTube で作ったのをこう何回か繰り返してるだけなんで、ちょっとないです。マジでなんかまずくはないんだけど、なんかこれがめちゃくちゃ私の得意料理って言えるものはないです。レシピとか見なくて作れたら得意料理って言えそうだけど。お、 TikTok 音源不足の時は南先生から曲を奪っていますか？私本当に奪うっていうか、まあ確かになくなった時は耳のからこう探すんですけど、私ってあんまりそんな毎日投稿とかしてないので、音源が尽きるってことがないので、なので今流行ってそうなやつを探してやってます。でも耳のところから見ることも多いです。スマホの機種なんですか？14 Pro、 iPhone14 Pro です。あ、皆さん気づきました？私のケースがストーリーに載せたケースと違うこと。あれなんで違うかっていうと、私こんな感じで後ろにこれルネットが入ってるんですけど、私がストーリーで載せた透明のケースは入ってなくて、車移動の時とかナビとか見る時とかもこう磁石のやつにしちゃってるので、それがないと不便なので今回こっちにしました。だけどちょっと白がいいので、アマゾンで今頼んでるところです。お腹痛い時どうしてますか？私もこれ本当に知りたい。マジでトイレとお友達になってます。月ちゃんは昔イエベだったのにブルベに変わったのは肌が白くなったのが一番の変化ですか？私もともとイエベだったんですか？わかんない。一回しか診断してもらったことなくて、その時にブルベって判断されただけなので、変わったのかわかんないです。マラプいなくて寂しい。マジで寂しいです。なんかミミとかがストーリーとかに載せるとマジで会いたくなってきます。なのですぐ会いに行きます。一番好きな季節は私は秋です。絶対に。だからちょっと今の夏は結構しんどいです。暑すぎて。おお、たまにっていうか結構聞かれること多いんですけど、身長何センチですか？164センチです。多分 163.8 とかなんですけど、私はサバ4で4って言ってます。なつきちゃんって地毛なの？
ちげです。明日髪染めに行ってきます。まだ何色にするか決めてないので皆さんお楽しみに。もうスマホケース買う予定あるって来てた。買いました。もうこれもね使っていくんですけど、夏希ちゃんが高校生活で一番思い出に残ったことガチで学校の行事とかがなさすぎて、学校高校生活の学校での思い出って言ったらマジで正直ないです。あの友達とミミと仲良く課題とかをやったりした記憶しかないです。普通に高校生活の中だったらなんだろう、なんかいっぱいありすぎて、うん、いっぱいあります。そんなこと高校生活の中って言ったら本当にいっぱいいろんなことがあります。全日制の高校生活を送ってたら学生生活や友達と何を楽しみたい、なんだろう、やっぱ文化祭とか修学旅行とかですかね。まあ自分化祭行きたかった。なんかコロナも流行ったのがあってさ、あの遊びに行くっていうこともできなかったから、なんか本当に高校生の文化祭を味わってないので、それはちょっと羨ましいなって思います。次、飲む日焼け止めって飲んでますか。あのいいやつあったら教えてください。私も飲みたいなって思ってるんですけど、何がいいのかはよく分かんなくて飲んでないです。お友達は飲んでるって言ってました。 MBTI 教えて。これ私ちょっと前なんですけど、友達と一緒にいる時にやったら ISFP でした。耳と一緒でした。で絶対違くない、耳と一緒なんだと思って。しかも ISFP なんかまあ当てはまってるところもあるけど、芸術家みたいな、絶対違うなと思ったんですよね次、ボブにする予定とかありますか。あのこれも結構何回も言ってるんですけど本当にないです、ごめんなさい。カツラかぶりたいです。私兄の友達のこと好きになっちゃったんですけど、やばいですかね。なんでやばいんですか。私お兄ちゃんいないから分かんない。あ、妹と例えればいいのか。妹の好きな人、あ、違う違う、妹の好きな人やばい。妹の友達、妹の友達なんでダメなんだろう。なんか逆にお兄ちゃんとか教えてくれるんじゃないですか、タイプを。分かんないけど全然ダメじゃないと思います。頑張ってください。おお、もともと一重二重って来てるんですけど、私はもともと奥二重です。中学生の頃からかな、中二ぐらいから二重やり始めたんですけど、中三の頃には二重が安定したんですよ。したんですけど、ここを入って痩せたらなんかまぶたのお肉がどんどんなくなって、安定すると思うじゃないですか二重が。そしたらどんどん安定しなくなって、また奥二重になって、で最近ちょっと太ったんですよ。そしたらまた安定するようになったんですけど、私はとてつもなく埋没がしたいです。でも本当に勇気がなくて、これを1年ぐらい言ってると思うんですよ。よく見てくれてる子は私が埋没したいってこと知ってくれてると思うんですけど、勇気がなさすぎてしてないですね。でも奥二重に全然戻るので、二重に完璧になったってわけじゃないです。奥二重です。お、ネイル見せてほしい。じゃーん、これは今キムさんと、ミミとお揃いです。ちょっと色がね違ったりするんですけど、柄が完璧一緒です。彼氏できました。夏希ちゃんはおめでとうございます。私は未だにできていません。はいはい、次、夏希ちゃんはピアス開ける予定とかある？私もめっちゃ開けたいんですけど、てか私知らない方多いかもしれないんですけど、高1中 3?高1になる前ぐらいにピアス本当開けてたんですよ。で1年ぐらいかなピアスつけてはいたんですけど、もう私安定しなさすぎて、耳たぶがめっちゃぶっといんですよぶっといって言い方したらあれだけど、耳たぶが分厚いんですよ。それでなんか全然安定しなくて、なんか安いピアスをつけたらめっちゃうんじゃって、そっからもう私なんかもう嫌になっちゃって塞いじゃいました、両耳。なので、開けたいんですけど、可愛いピアスとか多いから耳も開けたし、なんですけどマジで勇気が出ません。お、今つけてるリップ、これはじゃん、ヘラの422番です。ちょうどあった。最近兄弟喧嘩しましたか。なんか私一人暮らし始めたじゃないですか。でやっぱりずっと一緒に家で顔合わせることがなくなったので、なんか言葉おかしいかも。なんかずっと一緒にいることが少なくなったので、マジで喧嘩しないですね。多分一人暮らしし始めてから一回もしてないと思います。ルイカともミミとも。今自分の運転で一番行きたいところ、うーん、海行ってみたいです。夏希ちゃんの最近よく使うカラコンって何ですか。私はマジでプリモアのプリパールグレーを使ってます。今日も使ってます。
お、好きな香水。私最近カラリアでちょっと香水を3つ頼んだんですけど、その匂いが、ちょっと待ってください、めっちゃ立って探しに行ったのに真横のカバンに入ってた。友達もこの匂い嗅いで、うわめっちゃいい匂いって言って、その場でカラリアで買ってたんですけど、ランバンのモデルプリンス、ちょっと私英語読めないで調べます、ね、あモデルじゃなかった、モダンプリンセス、ランバンモダンプリンセスオードパルファムですね。あの私はこのちっちゃいサイズで全然いいので、マジでお気に入り、カバンに入れてる、まあ、プリンセスっていうぐらいですからねこれまででつけられた独特なあだ名教えて。独特なあだ名え、なんだろう。あの私の友達になんか本当に適当に名前つける人いるんですけど、その人はナビケーションって言われました。何それって感じですよね。私もわかんないです、その一番意味わかんないのはナビケーションって言われました。ん、松葉か松江区していますか。たまに私も松江区したりするんですけど、基本は松葉です。夏木ちゃんのセンター分け見てみたい。私もセンター分けしてみたいんですけど、前髪を伸ばすことができないです。写真何で撮ることが多い。このビューティーカムっていうアプリがあるんですけど、その iPhone モードで撮ってます。ミミもその iPhone モードで撮ってます。 iPhone カメラか、 iPhone カメラ。お部屋では基本どこで過ごしてますか。どこでだろう。ベッドにゴロゴロもするし、ソファーにもゴロゴロするし、編集するときは椅子にいます。一番多いのはやっぱりベッドかな。おー、さっき毎日メイク出しますかって送ったら、数時間後に毎日メイク出てびっくり見てください、毎日メイク出したので。今腹筋割れてますか。でも腹筋ってみんな割れてるらしいですよ、脂肪で隠れてるだけで。なのであります嘘です、プニプニです。夏希ちゃん夏どこ行くの。私は韓国ディズニープール行きます。花火は今のところ予定ないです。楽しみですね、どれも。ファンの子のストーリー見るときって DM からか通知欄からどっちから見てますか。なんかこの通知欄、ストーリーメンションしてくれたらその通知欄があるんですけど、あれ3時間で消えるんですね。だから3時間携帯とか寝てたときとかに見れなかったときは DM から遡ってみたりしてますね。その通知欄からも見るし、全然見れなかった日とかは DM から遡って見たりすることもあります。夏希ちゃんたちは親知らず抜いていますか。私親知らずあるんですけど抜いてないです。たまに痛くなります。お気に入りのマルプーの写真ドン、じゃん。今から探すんで何が出たのかわかんないんですけど、お気に入りです。自分のお家のこだわりは、こだわったのは色ですかね特にこだわってないです。過ごしやすい空間にしました。よくお洋服どこで買ってる。最近はマジでゾゾが多いです。ゾゾでもう可愛いのを探しまくって買ってます。夏希ちゃんの浴衣姿みたいです。私本当に浴衣がちょっと苦手なんですよね。昔七五三で浴衣着た時にゲロ吐いた気をゲロ吐いて、もうそっからちょっとあんまり好きじゃないんですよね。でも私も着たいなとは思います。可愛いじゃないですか、やっぱり夏の浴衣って。だけど今年はお花火にも行く予定もないので買ってないです。夏希ちゃんはインドア、それともアウトドア利用されますように。私は多分インドアの方です。外に出かけるのもまあ好きなんですけど、まあ、一番はお家ですよねって感じ。山梨県で有名な場所はどこですか。富士急じゃないかな、みんな楽しめるって言ったら。最近よく聴く曲を教えてほしいです。最近はなんかちょっと K-POP の A-PINK の Mr.Chu っていう曲があるんですけど、それを私とミミは小学生の頃にめっちゃ踊ってたんですよ。小学生の頃とかに踊ってた曲がこの年になってもなんかめっちゃ聞くよ、聞きます。夏希ちゃん細すぎて心配です。体重増えましたか。大丈夫です、増えました。めっちゃガリッガリの時よりかは3キロ太りました。大丈夫です。彼氏を映画に誘う方法教えてください。なんで、普通にあれ見たいから一緒に行こうとかじゃダメなのかな。緊張するってことですか。頑張りましょう。大丈夫です、彼氏なら全然 OK してくれるんじゃないですか。最後に使ってください。ありがとうございます。結構質問答えれたと思うのでこの辺で終わりたいと思います。皆さん質問ありがとうございました。なんか全然答えれてない感じもするんですけど、またどこかで質問コーナーやれたらなって思います。
楽しかったです。なんか久しぶりにみんなと、みんなが気になってることに答えられて嬉しかったです。私のインスタのストーリーのハイライトに、あの質問のハイライトもあるんですけど、結構昔 の答えたやつなんで変わってることとかもあると思うんですけど、あそこにも質問残ってるので、ぜひ気になった方は見てね。はい、では終わりたいと思います。せーの、おわそー、バイバイ。